旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人の田沼です。今回は香港で絶対泊まりたい高級ホテル10選ということでご紹介します。世界的な高級ホテルが数多く立ち並んでいる香港。ここには歴史的な価値の高いホテルから最新のデザイナーズホテルやプールから絶景が見られるホテルなど、充実の施設からおもてなしまで一流のサービスが受けられるホテルがたくさんあります。今回は香港で絶対に泊まってみたい高級ホテルを10選でご案内させていただきます。最初のご紹介となります。ザ・ペニンシュラ香港のご紹介です。ザ・ペニンシュラ香港は創業が1928年ととても歴史のあるホテルです。格式ある建築は開業から長きにわたって東洋の貴婦人と称されてきました。香港の最高級ホテルとして君臨し、世界中のお客様をお迎えしています。ホテルの各所には骨董品や歴史的な美術品が飾られ、優雅で格式高い雰囲気にあふれています。ペニンシュラといえばイギリス式のアフタヌーンティーで知られています。生演奏を聴きながら伝統のアフタヌーンティーをいただきましょう。屋上にあるヘリポートからヘリコプターによる空港送迎や観光地までの移動サービスもあります。またロールスロイスでのゴージャスな送迎も OK です。続きましてインターコンチネンタル香港をご紹介します。インターコンチネンタル香港は世界最高級ホテルブランドのインターコンチネンタルホテルズ&リゾーツが経営する高級ホテルです。香港の九龍半島の先端にありビクトリアハーバーを望むように建っています。風水をもとに設計された縁起のいいホテルとしても有名ですね。館内にはアジアでも有数のレストランが集まり、国際的に高く評価され受賞歴のあるレストランもあります。客室は全室バスタブ付きで、ハーバービューの部屋からは100万ドルの夜景を堪能できます。オープンエアのプールやスパも完備されていて、リゾートホテルとしての施設も充実しています。高級ホテルならではの繊細なサービスで快適にお過ごしください。3つ目のご紹介となります。ザ・リッツ・カールトン香港をご紹介します。マリオットインターナショナルが世界でチェーン展開する高級ブランドホテル、それがザ・リッツ・カールトンです。2010年オープンのザ・リッツ・カールトン香港は世界一高いところにあるホテルとして香港に登場しました。 MTR 九龍駅の真上にそびえるのが118階建てのインターナショナルコマースセンター、そこの102階から118階にあるホテルです。客室からは香港市街、ビクトリアハーバー、新海地区の絶景が望めます。100万ドルの夜景を堪能するなら最上階の118階にある24時間営業のクラブラウンジに行きましょう。館内にはミシュラン獲得のレストランなど6つのダイニングがあります。続いてマンダリンオリエンタル香港をご紹介します。アジア、アメリカ、ヨーロッパにおいて高級ホテルを展開するのが香港が拠点のマンダリンオリエンタルホテルグループです。マンダリンオリエンタル香港はそのマンダリンオリエンタルの第1号店でありグループのメインホテルとなります。ビクトリア湾に面するホテルで湾内や九龍半島の素晴らしい夜景も魅力です。洗練されたホテルに繊細なサービス、そしてラグジュアリーと快適性の全てが満足された申し分のないホテルですね。高層ビルが立ち並ぶセントラル地区に建っています。館内ではアジアンテイストにあふれたアンティークが飾られ、高級感を演出する空間を作り出しています。5つ目のご紹介です。コンラッド香港のご紹介です。コンラッドホテルはヒルトンホテル社によって世界的に展開する最上級のホテルブランドです。コンラッド香港は香港島のビジネス街に位置するパシフィックプレイスに直結しています。ハーバービューの客室からはビクトリアピークからビクトリアハーバーまでが一望でき、素晴らしい絶景を楽しめます。ナチュラルカラーを基調とした客室は上品で落ち着いた雰囲気です。さらには大理石のバスルーム、大型液晶テレビ、ミニバーも完備されていて、
高級感あふれる作りですね。ビュッフェレストランやイタリアンレストランなど複数の飲食施設に加えて、屋外プール、スパ、イベントルームなども完備されています。続いてご紹介するのはシェラトン香港ホテル&タワーズです。シェラトン香港ホテル&タワーズはマリオットインターナショナルのホテルブランドで、シェラトンホテルズ&リゾーツの系列ホテルです。ビクトリアハーバー沿いに位置しているので、九龍半島でのショッピングや観光に便利です。宿泊には美しい絶景が一望できるハーバービュールームがおすすめですね。スカイラウンジではアフタヌーンティーや夕日や夜景を眺めながらのアルコール類が楽しめます。屋上にある温水プールやジャグジーからは素晴らしい景色を見ながらの利用で心からリラックスできます。スパ、サウナ、それにヘルスクラブも完備されていますよ。続いてご紹介するのはフォーシーズンズホテル香港です。フォーシーズンズホテル香港は国際的なホテルチェーンのフォーシーズンズホテルズ&リゾーツが手掛ける高級ホテルです。エアポートエクスプレス香港駅に直結した超高級ショッピングモール IFC モールの中にあります。それゆえショッピングや観光の拠点として利用してもいいですね。ミシュランの星を持つ複数のレストランも併設されています。スパをはじめ運動リラクゼーション目的の施設や4つのプールもあります。客室は高い天井を特徴に、大きな窓が開放感のある空間を演出、深いバスタブ付きの大理石張りのバスルームが高級感を醸し出しています。8つ目のご紹介です。ハイアットリージェンシー香港チムサーチョイのご紹介です。ハイアットリージェンシーは国際的なホテルグループハイアットホテルズ&リゾーツが運営するホテルブランドです。アメリカを本拠地としていますが、香港での営業がハイアットリージェンシー香港チムサーチョイとなります。先進国に立つ高級ホテルらしく、駅直結型タイプで市内の2つの駅につながっています。ビジネスだけでなく観光にも便利ですね。香港で最初のショッピングモール美術館となった K11 の一部をホテルとして使用しています。プールやジムといった設備も充実しています。客室からは香港の街並みを眺めることができますよ。続きましてダブル香港をご紹介します。九龍駅からモールを通じて直結しているのがこのダブル香港というホテルです。九龍のネオン街において W の文字がひときわ輝く76階建ての超高層ホテルです。日本のデザイナーも設計に加わった斬新なデザイン、その中にもモダンな落ち着きを兼ね備えたホテルです。ダブル香港の楽しみとして最上階のある屋外温水プールがあります。温水なので1年を通して水遊びや日焼けを楽しむことができますよ。さらには設備の整った24時間営業のジムも完備されています。まるで雲の上にいるかのような気分で心地よく体を動かしてリフレッシュすることができますね。最後にご紹介するのはカオルーンシャングリラです。シャングリラホテルズ&リゾーツは世界で展開するホテルチェーン、その中でもシャングリラホテルはリゾート感覚のラグジュアリーホテルという位置づけになっています。カオルーンシャングリラは香港最大の広さを誇る高級ホテルです。上品でエレガントな客室と豪華なスイートルームの合計688室を有しています。全客室には大理石のバスルームが完備されており、アジアンスタイルのデザインでまとめられています。客室からはビクトリアハーバーと香港の街並みを望むことができます。各種の様々なレストランやバーも併設されており、室内プール、フィットネスセンター、スパなども完備されています。今回は香港で絶対泊まりたい高級ホテル10選ということで、香港の高級ホテルをご紹介しました。いかがだったでしょうか。どのホテルも世界的に展開している超有名企業が運営するホテルばかりです。まさに本物の高級ホテルですね。せっかくの海外旅行、ホテル代金も奮発して高級ホテルの雰囲気に浸ってみてはいかがでしょうか。
旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。